ポーツに情熱を注ぐ人たちにお話を伺いながら、挑戦を続ける姿や勝利にかける熱いビートに迫ります。今週はなでしこジャパンの攻撃の中心的存在、川澄奈穂美選手です。今週、来週と2週にわたって新春スペシャル版でお届けします。アスリートニュース、2015年最初のゲストは日本女子サッカー代表、なでしこジャパンで活躍する川澄奈穂美選手です。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。寒い中ありがとうございます。いえ、こちらこそよろしくお願いします。まずは昨シーズン2014年の振り返りから伺っていきたいんですが、上位リーグでは6位という、まあ、最下位で終わってしまったんですけれども、この成績についてはどのように受け止めていらっしゃいますか？まあ、本当に成績としてはもう悔しい、それでしかないんですけど、まあ、リーグの4連覇もかかってた年でしたし、はい、まあ、その中でこう一つ前のシーズンからこう主力選手が抜けたっていう難しさもあったのかなと思いますけど、まあ、その結果をどうしていくかは、はい、まあ、今年の自分たち次第だなっていう、もう今はプラスに捉えるしかないなと思ってますね。逆にそこから見えてきたもの、チームがまた浮上するためにどんなことが必要になってくるか、見えてきたものはありましたか？まあ、やはりリーグ全体のレベルが上がっているっていうのは、はい、もうこうひしひしと感じているので、うん、その中にこう自分たちがいかにさらに成長してこう優勝争いに食い込んでいくかっていうところは、これからの課題だなっていうのは感じました。まあ、アイナ神戸というのは2013年シーズンはなでしこリーグとなでしこリーグカップ、そして皇后杯と国際女子サッカークラブ選手権と、まあ、国内の、ね、4冠を独占して圧倒的な強さだったんですけれども、まあ、川澄選手にとっては帰ってきてからになりますが、その時と比べてこう雰囲気とか空気感とか何かこう変化を感じる部分ってありました？チームの、まあ、2014シーズンは初めはアイナックで少しやってから、はい、まあ、3月下旬ぐらいにアメリカに移籍して半年ほどいなかったんですけど、2014始まって合宿参加した感じでは、今シーズンもしっかりやればいけるんじゃないかなって思ってたんですけど、はい、やはりあのスタートダッシュにちょっと失敗したのが一つ大きかったのかなっていうのと、そこでなかなかこう立て直すことができずにこうずる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 行ってしまったのかなっていう感じで、まあ、9月には自分自身もリーグに戻ったんですけど、はい、なでしこのリーグに戻って、まあ、そこで、まあ、試合には出させてもらったんですけど、なかなかこうしっかりと仕事ができなかったので、まあ、それはすごく悔しい部分でしたね。何かこう話し合いの場が設けられたりとか、何かチームで工夫しようという部分もあったんですか？まあ、大々的にね、全員集めて選手だけのミーティングとかはないですけど、まあ、やっぱり練習の中から厳しくしていくっていうのはすごく大事だなっていうのは思ったので、うん、それは今までの自分だったらあまりこう手を出してなかったところでも、はい、まあ、ここは言った方がいいなっていう部分があれば、どんどん積極的に声をかけるようにしてたので、そこは自分自身も変わったところかなと思います。じゃあまたこれを逆に2015年シーズンに生かしていきたいという。そうですね、もうつなげていきたいですね。そして先ほどお話にもありましたが、霞選手といえば昨年の3月から8月までの、期限付き移籍でアメリカの女子サッカーリーグのチームシアトルレインで活躍されました。もう活躍というか大活躍されました。もうアメリカでもね、この笑顔が弾けるようなプレー見させていただきましたが、実際こう厳しさ楽しさいかがでしたか？もうアメリカでの、まあ、実質アジアカップで代表で抜けてた時もあったので、はい、実質、まあ、4ヶ月半ぐらいだったんですけど、もう本当に充実のこの二文字ですよね。充実の二文字がもうまさにぴったりだなと思うぐらい充実したアメリカ生活でした。それは最初からこうフィットして充実したんですか、それとも徐々にだったんですか？結構こう初めからやっててこう
やり心地がいいなっていうのは感じていましたけど、はい、やっぱりもちろん月日を重ねるごとにやりたいプレーだったりとか、うん、こう求められてるプレーっていうのがさらにこう分かってきて楽しくなっていきましたね。なんだかこう想像だと川澄選手のこの明るい人柄でもう文化の違いなんか取り払って選手の輪の中に入ってるのが想像つくんですけどそういった文化の違いだとか、はい、そういった壁には困らなかったですか。まあ、本当に日本のリーグとは違うなっていうところがたくさんあったんですけど、はい、なんかそれは自分自身がこう経験したいなと思ってこう飛び込めた部分でもあったので、こう違うこう出来事があるたんびにそれすらも楽しかったですね。改めてその、はい、アメリカでプレーしようってその急に思い立ったということですが、はい、その理由って伺ってもいいですか。それがもう本当にないんですよ。ない、なんかこうもう本当多分練習中だったと思うんですけど、はい、もう急にあ海外でサッカーしたいと思って思ったら、私結構直感型なので、はい、もう思ったらやめられないので、はい、もうそのだから2013シーズンってことですね、はい、2013シーズンに思ってもうその年は来年はアメリカかっていうか、まあ、海外いい子って思ってずっとやってたんですよ。別にオファーがあるわけでもない、はい、誰かにいいチーム紹介してもらおうとかしてもらってるとかいうわけでもなく、来年は海外にいるって思ってやってました。したいなじゃなくてするってもう断言しちゃってますね。はい、なんかで別にそれを周りに別に言うわけじゃないんですけども、はい、自分の中では決まってることなんで、もうで思ったらもうやるっていう感じなんで、でした。そういう考えが引き込んでるんですかね。そうって周りも。そうなんでしょうね。まあ本当に思ったことはやらなきゃ済まないタイプなんで、その時はもうなんかその考えが浮かんだんです。求めてたんですね。多分そうだと思います。はい、そしてもう納得いくものを手に入れて帰ってきました。はい、いやそうですね、まあ、納得しちゃうとねこの先がないみたいな感じになっちゃうかもしれないですけど、本当にまだまだ上を目指す上でのこの4ヶ月半はすごく満足のいく期間だったなっていう感じですね。一番収穫得たものというのは何でしたか。まあやはりそういうこう世界で戦う上での駆け引きだったり判断の部分、そこがコツがつかめたというか、そこが一番の収穫でしたね。ますますその川澄選手のいいところがもっと伸びるようなそんなイメージで。そうですね、あこれをやれば世界で戦えるかもなっていう自信がちょっとつきましたね。さあそして、はい、毎回この番組ではゲストの方にお気に入りの一曲というのを伺っています。川澄、はい、選手が自分を鼓舞するために聴いてる曲だとか、はい、試合前にもし聴いてる曲があれば教えてください。はい、そうですね、私愛子さんがすごい好きなんですけど、明日の歌がすごく好きで、はい、アメリカ行ってた時にちょうどアルバムが出てそれに入ってる曲なんですけど、アメリカでも愛子さん一緒に聴いてたんですね。もう車の練習の行き帰りだったりとか、まあ、部屋にいる時もそうですし、はい、遠征先とかでもずっと聴いてたので、その中でも特にお気に入りの一曲です。どんなところが良かったですか。やっぱりテンポが好きですね。はい、特にお気に入りのフレーズとかってあるんですか。なんかあるんですけど、はい、なんか言ったらちょっと虚しいんだよ。なんかこう分かりますかね。ちょっと切ない部分ありますもんね。そうなんですよ、愛子さんね。かといってそこをこう好きって言ったら、そういう気持ちなのかみたいに思われるとちょっと全然そうではないなって感じなんで、ちょっとやめてください。聞いてる方はこのフレーズかなって想像してみてください。気になりますね。はい、では最後になりますが、はい、川澄選手にとってサッカーとはどんな存在ですか。なんでしょう、ありきたりですけど、はい、なくてはならないものですね。もう
空気を吸ってるようにということですか。もう本当そうです。ご飯食べるように、ご飯、またご飯食べようとしちゃった。ご飯食べるように寝るように空気を吸うように本当にサッカーは当たり前のものですね、自分の周りにあって。でも当たり前じゃない、すごく大事なものだと思います。今日のゲストはなでしこジャパンで活躍する川澄奈穂美選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。